え、千日解放業の闇ではないですけどもね、知られてない部分ということで、私の方も情報をあれからね、いろいろと見てみました。千日解放業の成功者は、1300年のうち2人と言われてまして、2009年に達成した方が2人目ということなんでね、ものすごい歴史深い修行なんですね。でも実際に本当に2人しかないのかっていうと、そうではないという説があって、この千日開放業を成功した人は、 むしろ、成功したことをね、誇らずに、誰にも言わずに、そのまんま淡々と修行を続けていくっていうのが、次の次元の修行らしいんですよ。だから、成功しましたっていう風に知られることによって報いを受けてしまって、それはまだ修行が足りんぞという風なことを言う人もいるらしいですね。誰が言ったんでしょうね。言ってらっしゃい。